一週間で僕を忘れてしまう君に恋をした。俺と友達になってください。私は一週間で友達との記憶が消えてしまう。だから友達にはなれないの。俺は絶対に嫌になったり面倒になったりしない。何度でも言い続けるから。俺と交換日記やりませんか。長谷君だよね。はい。やった。藤宮さんは一人じゃない。俺が藤宮さん守るから。君が僕の前に現れた日から。あれ、八幡君。藤宮さん何したんだ。あなたは俺じゃなかったんだ。藤宮さんを守っていくのは。私、こんな大切なこと何度忘れられても君が好き。一週間フレンズ、僕らは必ずまたつながり合える。せーの、フレンズたちの初日打ち上げ。イエーイ。始まりました。はい、どうもどうも。ラインライブをご覧の皆さん、こんにちは、川口春奈です。映画一週間フレンズがね、ついにとうとう初日を迎えました。はい、ありがとうございます。やっとですね、本当にもう。はい、なんとかお送りしてきました1週間フレンズの LINE ライブですが、はい、映画の初日を迎えたということで、今日は視聴者皆さんと共に打ち上げをしたいと思います。よっ。山崎賢人くんは残念ながら来られなかったのですが、です、ね、私たち4人で盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。視聴者の皆さんの中でも映画を見てくれた方はいるのかな。 いらっしゃいますか。あのここに書いて、そう、コメントにね。はい、お願いします。いいねでもいいよ。はい、まだ映画をご覧になってない皆様のためにも簡単に自己紹介と役の説明を、ね、うん、していこうじゃないかと思うわけです。そうですね。じゃあまず川口さんから。はい、私は藤宮香織という、まあ、1週間で友達との記憶をなくしてしまう女の子を演じさせてもらいました。あの本当に映画を見て、まだ見てくださってない方はとにかく見てほしいんですけど、すごい繊細なあの役柄で、自分的にも今回すごい挑戦させてもらった役なので、あのぜひ香織ちゃんの変化する前向きな成長っていうのを見届けていただけたら嬉しいなと思います。はい、はいはい、上杉さんは。僕いきますか。はい、僕はその今川口さんがおっしゃってた藤宮香織の過去を知る、はい、うんうん、男ということで、うん、記憶がなくなっちゃうんですけど、うん、1週間で。なぜかそういう経緯とかをいろいろ知ってて、うん、転校生として川口さんと山崎くんがいる学校に現れ、うん、ちょっと引っかき回すキーパーソンですね。役をやらせていただきましたね。九条はじめっていう役、九条はじめという役をやらせていただきました。はい、じゃあ高志、じゃあ僕行きますか。はい、僕は山崎賢人くんが演じる長谷祐希の親友の桐生翔吾という役を演じさせていただきました。うん、まあすごくクールで寡黙なやつなんですけども、すごく仲間思いな人で、うんうん、もうすごく誰よりももう周りを見てて、実はめちゃくちゃ優しいっていう風な役なので、まあちょっと本当にもうその香織と祐希のその関係性にもすごくなんか、なんだろう、関係の出てくる人なんじゃないかなって思いますので、そちらの方も注目していただけたら嬉しいなって思います。はい、はい、香織ちゃん、はい、私は、長谷祐希の幼なじみ役の山岸咲を演じました。咲はですね、幼なじみということでずっと祐希と仲のいい関係をがあって、高校生になっても仲が良かったはずなんですけど、うん、あの勇気が香織ちゃんにちょっと思いを寄せてる姿を見て、あのお昼休みにお弁当一緒に食べるのを断られたりとか、そういうのでちょっと香織ちゃんに思いを寄せてる部分を見て、ちょっと嫉妬じゃないですけど自分の好きな恋心に気づくんですけども、ちょっとそういう切ない、あの役をやらせていただきました。はい、はい、はい、します。そうなんですよね。はい、はい、
というね、この4人で楽しくお送りしていきたいと思います。はい、それじゃあね、まあもうやっぱり今日は打ち上げって言ってるんですから、うん、打ち上げを始めましょうか。はい、じゃあまずは皆さんでね、乾杯しましょう。おっす。まあ、あの視聴者皆さんもね、グラスとか、まあ、コップとかなんかあの缶とか、そうだね、画面越しにありましたらぜひ一緒に乾杯してください。では川口さん、乾杯の挨拶をよろしくお願いします。はい、はい、じゃあそうだな、まあ、初日無事迎えられて本当に良かったです ね。でもこれからもっともっとたくさんの方に一フレをね、はい、届けていけるように、はい、もっと盛り上げていきましょうか。はい、そうしましょう。はい、それでは、では乾杯。乾杯。乾杯。イエーイ。おー、クラッカーになりました。あら、ありがとうございます。はい、始まりましたね。いや、すごいなんか打ち上げっていう感じがしましたね。始まりましたって感じ、始まりました、うん、食べていいんだね。あ、食べましょう、食べましょう。今日はなんかいっぱい用意してくださってるからね。そうですね、もう、うん、映画でおなじみのね。じゃあこれポテト、あと、お、今日は食べちゃいましたね。ケーキも、ね、かわいい、すごいっすね。本当ケーキを用意してくださいました。1週間フレンズ公開おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、チュリトスとかポテトもあって、ね、チュリトス食べ どっちがいいとかある？あのこれ好きな、食べないよ。これシナモン味とでココア？ココアかな、うん、これどっちかに分かれるような。これシナモン食べていい？どうぞ、うん、もういただいちゃってください。どうぞどうぞ。さあいいですね。すごい、みんな入ってくれてる、うん、はい、いやそうですね、いいですね。今日はね、初日からね、5回回らせていただいてね、はい、うん、5回ね、たくさんの方が来てくださってね、満員でしたね。そうですね、本当にありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、今ね、見てる方で、その舞台挨拶を見に来てくれた方っていらっしゃいますか？コメントにお願いします。書いて書いて、はい、いらっしゃるんじゃない？いやいっぱい来ましたよ、本当。としまえん、あ、としまえん行ったよって。豊島園行きました。2回行きました。ありがとうございます。当たりませんでした。二言もした。そうなんですか。春菜ちゃん可愛い、ありがとう。二子玉が行ったよ。二子玉川と、あ、いっぱいも、ね、横浜も行きましたね。すごいスピードで、ね、すごい、いっぱい、ありがとうございます。本当もう嬉しいですね。3回だって。3回、すごい、うん、すごい、ありがとう。どう移動したら間に合うんだろう。確かに結構距離あるよね。すごいな。たかしくん好きってちゃんとあれしたって。ありがとう。自己紹介したって。あ、はい、あ、お決まりの超特急のたかしやで、うわー、はい、で、まあ、僕ね、松尾たかしの他にも超特急でも活動しているわけなんですけども、本当ありがとうございます、いっぱいコメントを。いや、すごいっすね、やっぱりその LINE ライブ名物のね、もう、うん、コメントが止まらないって言ってね、もう質問をしたら、ありがとうございます、こんなにたくさんのコメントだと、いいねを。はい、はい、さあ、ね、映画の感想も気になりますが、皆さん、はい、映画は見てくださった方はどうでしたか？あ、気になります。ぜひね、感想を気になる、書いていただけたらすごい、見てるんで、感想ね、もう気になりますよね。すごいな、いや、いっぱい来てますね。早すぎて読めない。ちょっと黙っちゃうね。こうやって押さえたら一回止める。最高でした、号泣しました。そうなんだ。そう、あら、本当だ、わー、すごい、泣けたって書いてる。めっちゃ泣きましたって、うん、嬉しい、うん、あー、後半うるうるしたって、嬉しい、うんうんうん、いや、すごい、みんなちゃんとコメントを書いてくれる、ありがとう。久々に映画で泣いたーって。へー、 うどん代払ってって。そう、それね、昨日なんかコメントであったみたいなんですけど、はい、あれ、おごってもらった認識でいました。そうなんですか。今度ちゃんとごちそう しますね。ごちそう返し。でもやっぱさ、うん、まあ、うどんぐらいさ、あら、ごちそうしちゃう、いいんですか。あ、かっこいい。さあ、美味しかった。美味しかったですよ。ごちそうも約束されたところで、うどんだけだぞ、はい、うどんだけですね。今度なんかどかししないと。さあ、もう今ね、見てくれてる方にも聞きましたけども、皆さん舞台挨拶の方どうでしたか？5箇所回りましたけども。そうね、はい、どこも本当朝早くからね。そうですね、本当もたくさん皆さん来ていただけたのがすごい嬉しかったけど、はい、どうですか、なんか
ここ盛り上がったぜみたいなのありますか？みんなもうね盛り上がりましたよね、どこの会場も。そうだけど、なんかすごくなんだろう、その見てくれる人もなんかすごくなんかもう待ってましたよっていう感じで、温かく迎え入れてくれた感じもすごく感じましたし、本当もう1週間フレンズの雰囲気にそのまんま反映された感じっていう印象ですね、僕は。うんうん、なんか終始僕らのまんまって感じだよね。壇上に上がっても、うん、いつものまんまの感じ。だってもうその上がる前からさ、上がる直前からすごいよね、うん、すごい笑ってて俺も上がれないんじゃないかっていつも思うけど、そうそうそう、まあそういうね、あのまたいい意味でそのなんか本当にもうフレンズっていう雰囲気がしっかりとにじみ出てる、うんうん、舞台挨拶になりましたね、はい、素敵でした、うんうんうん、それでは、はい、ここでちょっと LINE ライブの説明をさせていただこうかなと。お願いします。はい、お願いします。あのですね、この番組は LINE ライブアプリをダウンロードすることで、コメントとか、今コメントたくさんいただいてるんですけど、はい、コメントやハートの投稿をすることができますので、はい、ぜひアプリをダウンロードしてどんどん投稿してください。はい、よろしくお願いします。でですね、今ハートをたくさん送っていただいてるんですが、ハートの投稿数が100万個を突破したら、僕たち4人のサインが入った映画のプレスを抽選で2名の方にプレゼントさせていただきます。うん、ぜひたくさんハートをしてください。視聴者プレゼントの詳しい応募方法は番組終了後に LINE ライブ公式ツイッターにてご確認くださいということです。はい、はい、そして現在のハートの数ですが、はい、止まらない止まらないんだけど、はい、だいたい33万個。おお、これは33万。そしてあのランキングがあるみたいなんですけど、はい、ただいま、3位の方が春菜やでのか、はい、やでさん、やでさん3位、春菜やでさん、春菜やでさん、はい、2位が直子さん、直子さん、1位がミクさんの4276。4276、ありがとうございます。すごいね、すごい、 いやすごいですね、もうほんと止まらないですね、もうハートの数が、うん、止まらない。そうですね、 いいですねこれね、たくさんコメントいただいて、なんか、ね、僕ら4人への質問もね、はい、あったりしたら ね、あの私たち4人へのもし質問だったりなんか聞きたいことがあればこちらにどしどしくださいね。お願いします。はい、そして番組最後に質問にねその答えるコーナーがありますので、それまで皆さんどんどんじゃんじゃん待ってます、はい、よろしくお願いします。お願いします。さてさて、はい、それでは質問お待ちしてます。じゃあ反対にですね、みんなから視聴者の方々に聞いてみたいことってありますか？やっぱりせっかくねこういう LINE ライブっていう場を借りて聞いてみたいなっていう人いますかね？これみんな今何しながらこうやってるのかなと思って。どうしてるの？お家なの、うん、お家なのか、そうですね、うん、お家なのかな、うん、まあね、外の方もでももしかしたらね、あの舞台挨拶終わって今なんか友達と見てるよっていう人ももしかしたらいるかもしれないし、そうか、まだ外でね、そうそうそう、ご飯食べながらとか、うん、仕事だって、仕事、仕事じゃないよ、それは仕事中にラインライブ、それはもう仕事じゃない、それは勉強、勉強中、それも勉強じゃない、それも違うよ、なるほどね、新幹線なおって、あら、おー、あー、なるほどね、違うかな、ありがとう、さっきまでテレビ見てました。なるほど、なるほど、あ、でもやっぱりテスト勉強とかも多いですね。舞台挨拶から帰ってきて家で見てるよって、でもなんか少しでもね、なんかあのこれがなんかちょっと休みみたいな感じになっても嬉しいですね、ね、ちょっとでもなんかこれを見てなんか癒しみたいになってもらえたらいいなって。そうですね、うんうんうん、なんかね、それでまた映画見たいと思って見てくれた方もね、何回も見てくださったりしたら嬉しいよね。嬉しいですね、ぜひお願いします。はい、さて以前の LINE ライブでも盛り上がったスタンプ機能っていうのがあるんですけども、はっはっ、スタンプ機能があるんですけども、視聴者の皆さんもご存知でしょうか？よっよっよっ、はい、よよ、撮っている映像にですね、ほほほいって、まあ、あの撮ってる映像にですね、あのイラストが合成されるというものなんですけども、あの LINE ライブのね一番最初にやったあれがスタンプ機能なんですけども、うん、まあ、打ち上げということでね、今回も皆さんでやってみませんか？イエーイ、はい、やってみましょうよ。じゃあ、あの視聴者皆さんもねぜひやってみてください、これすごく楽しいんで。じゃあいいですかね、お
パッとパッと出します。今これ一番オープニングの時と同じの猫ちゃんですね。正解やっぱり。なんか俺猫に俺さ前回もなんなかったんだよね俺だけ。なんかあれなんですよねこれ。なんだ多分距離なんだよ。俺前回もなんなかったんだよ。これちょっとお前そうあ来た。タクシーおいで。これがしここ。なんかこっちに来て。俺はなんないんだよねやっぱり。なんだよ。これもあれじゃないですか。なんか三人しか乗んないみたいな。もう一人やって。タカシ頑張れ。タカシ頑張れ。主張して主張。ここに来て。主張。いるよ。俺もいるよ。ほらカメラいるよ。入れ。あそうだ。あいい、タカシに譲るよ。諦めた。タカシに譲る。三人なのかな。これ三人しかなんないんじゃないでしたっけ。そうなんですよね。あるんだ。そうなんだ。これ三人しかなんない。タカシ主張してけ。タカシやでやってこれで。タカシやで。かわいい。かわいい。ありがとうございます。周平ちゃんあれ。周平で。周平やで。これは。何ですかこれは。犬これ。あららら。あーかわいい見て。犬ね。ワンコか。あすごい。ええやん。顔の形もちょっと変わりますね。かわいい。いや素敵ですね。不満点だよね。いやこれめっちゃ楽しいですね。いいな。はい。さて。はい。さてさて。さてさて。さてさて。ここからはですね。はい。あのトークテーマを設けて話していきたいと思います。はい。いいですね。それでは、はい、まずね映画の内容についていくつか用意させていただきました、うん、はい、はい、じゃーん、はい、完成した映画を見て驚いたシーン、はい、胸キュンしたシーン、個人的に一番好きなシーン、うん、注目してほしい細かいポイントということで、はい、まあ、視聴者の皆さんがこの中でどのお話が聞きたいかっていうのをですね、番号をコメントで送っていただけたらと思います。はい、お願いします。いやこれね、もうあの LINE ライブ名物ね、あの混み合うっていうのがこれから始まりますから。 2だって。あ2今2って来てますね。2来た。 2結構2が多いね。2だ。2、3、4、5、6、これ来ました。来た一気に来た。一気に来た。3も多いかも。結構2が多いかもしれない。2と3が多いかな。2かも。これは今2と3の攻防戦ですかね。さあさあさあ誰かなんてなんてなんて攻防戦今戦ってるんですよ。2と3が。あ、なるほど。3番でした。3番でしたっけ。個人的に一番好きなシーン皆さんどうですか。周平ちゃん。そうです、ね、俺はですね、はい、九条としてで言うと、はい、一番最後の、ええ、川口さん高どうした。藤宮さん。小息が藤宮さん。香織ちゃんそれまで思い続けてきた九条が、うん、でも押し背中を押すシーンが最後にあるんですけど、うんうん、なんか映画の中ですごい九条っていう役も成長したなって感じるシーンで、うん、確かにあのシーンはすごい僕は思い入れがありますね。なんか藤宮さんって感じでした。いいやつだなって思えるシーンですよね、うん、なんかあそこ嫌なやつじゃないんだなっていうのをすごい客観的に見て感じましたね。だからそこ結構好きかな。なるほど。香織ちゃんは、私はあの、うん、ゆうきと幼馴染役っていうことで、うん、あの結構映画の、 あの最初ら辺にあるシーンなんですけど、うん、そこのゆうきが遅刻してあのやってくる投稿シーンがあるんですけど、うん、そこでいろいろと勇気のお世話をするっていうシーンで、まあ、見ていただいたら分かると思うんですけど、そこが一番なんか幼馴染っていう2人だけのこう仲のいい関係をが描かれてるシーンなので、そこが一番お気に入りです。なるほど、ありますね。高橋は僕はですね、1週間フレンズの原作を見たことある方も分かると思うんですけど、桐生のクラスメートからノートを取り上げるシーンっていうのがあるんですよ。あれすごくなんだろう、漫画でもアニメでもすごく人気のあるシーンで、それをやっぱりちょっと演じさせていただくっていうのも、やっぱりそのみんなにちゃんと納得したものを見せたいなっていうのもあって、すごく力の入ってる部分でもあるので、うん、個人的に好きなシーンですね、うん、はい、あれお願いします。川口さんは、はい、まあでも本当にたくさんありますけど、そうですね、選べないですね。なんだろう、そうね、やっぱりその香りがこう記憶がなくなった月曜日のシーンっていうのはすごく切ないですけど、うん、なんかこう最後その
あでも見てない人もいるからね、あんまり言えない。そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ。だからもう言わないから見て見てくださいこんなん言われたらもう見るしかない ね, ねいや見て、ぜひぜひ見てください。ね、これ以外にもたくさんの質問、はい、まだまだ質問、ね、質問待ってます。はい、質問募集ね、もう一度やりましょうということで、うん、待ってますよ。どんなやつが来てますか。そうね、いっぱい。さあ、撮影時のエピソードについていくつか用意しましたね、はい、他にも、はい、じゃあ堀ちゃんお願いします、はい、どうぞ。じゃーん、じゃーん、1、ね、撮影中に一番楽しかったこと、はい、2、撮影中一番辛かったこと、うんうん、3、実は NG を連発したシーン、お4、今だから言えるキャストスタッフへのクレームいやちょっとできれば3番と4番をやめてほしい。3 何が多いだろう、ね、やめ、ぜ3 4 3 4、なんで多いの。4じゃない、これ多いですね。わあすごい。3番と4番が どれでしょう。いやぶっちぎり多いんですけど、これどっちなんですかね。なんだなんだ、すごいな。3と4、3、3、3、4、4ですって。 4番では、ね、今だから言えるクレーム、クレームクレームをテーマに話していきたいと思うんですけども、あるいやどうだったっていうか、ありますクレームはやめようよ、ないでしょ。いやクレームはないですよ、こんなのも、うん、すごく温かい現場でしたから、うん、1週間フレーズの現場っていうのは、ね、温かく楽しかったね、うん、楽しいことの方が多いかも。3番、NG を連発したシーンどうですか。でもなんか本当に今回全体を通してそんなにテイクを重ねてない気がして、なんか、なんか NG ってよりもこうしてみよっかみたいなのがあっても、うん、あはい、なんかじゃあこっちでとかいうのはありっても、NG って NG はなかったんじゃないか、そうですね、あんまり、うん、フリップ、はい、なんかあれだね、はい、本当になんかそんなにね、監督もね、細かく、うん、こうしてああしてっていう感じじゃなく、結構試す、ある意味試されてたような気がして、うんうんうん、すごくだから責任感はめちゃくちゃあったけど、でもなんか何度も何度も撮ったシーンはあったかな。私一つだけ、はい、傘で告白する雨の中、勇気に思いを伝えるシーンがあるんですけど、うんうん、あ、はい、そこでちょっと桐生くんに見られてっていう後の表情を3回か4回くらいやり直しました。3回か、うん、難しかったんですよね、表情でも。まあそうですね、表情僕もなんかありましたね。クランクインするときに、なんだろう、その山岸咲を僕が見るっていうシーンがあるんですけど、うん、そこのシーンをすごくテイク重ねちゃったなんか思い出があって、やっぱりそのクランクインした瞬間でちょっと若干緊張しちゃってた自分もいたのかもしれないんですけど、なんかすごく目つきが怖いみたいになって、やっぱり桐生ってクールなんですけど冷酷ではないのでやっぱりそこはしっかりと、うん、分けていかないといけないっていうことで、ちょっとそこはもう丁寧にちゃんと演じさせていただいたっていう記憶がありますね、うんうん、NG ってまあまあそんな感じですね。キリは難しい役だったよね、うん、そうですね、やっぱりそこ、ね、なんか嫌な奴に見えてもあれやし、うんうん、やっぱそこはやっぱり時間かかりましたけども、みんなの力もあって、うん、こうやって無事にね初日迎えれました、はい、いい作品になりました。はい、そうですね、ありがとうございます、はい、なんかいっぱい質問来てるのよ、はい、そうですね、そうだよ、ずっと見てるんだけど、バババババって来てますけど、一番キュンとしたシーンは、一番キュンとしたシーン、いやいいですか。いや、キュンとしたシーンはやっぱ僕はあそこですね、勇気と香りがロッカーで見つめ合うっていうのは、あやっぱりそこはもう絶対に外せないところですね、僕にとっては、ね、うんうん、やっぱもう素敵なシーンだなって思いながら毎回毎回、うん、私は図書館に逃げ込むシーンが大好きです。あ、ありますね、ちょっとキュンキュンハラハラドキドキしました。図書館綺麗だっていうの、なんか光とか、うん、そうですね、うん、いや今回その1週間フレンズっていうのがやっぱりそのなんだろう、温かい雰囲気っていうのがすごくあるので、うん、なんだろう、そういう風なものがしっかりと映像の方にも反映されているので、絶対見ていただいた方とかもなんかなんだろうな、
もう心が浄化されるみたいなぐらいの気持ちになるんじゃないかなって思います。ぜひぜひまだちょっと迷ってる方とかもぜひ見に来てください。お願いします、はい、います。わ、いっぱい来てますね。一番天然なのはって誰だろう。天然。ケント君じゃない。そうか。天然ではないかも。天然ではないか。なんて呼び合ってるの。たかし。あ、コメントがね流れていってしまう。プップップってコメント。何プップップは一体何を伝えたかったの。プップップさあ。質問コーナー。ここからは言いますね。はい、はい、あのさっきも冒頭で質問募集していたんですけれども、はい、これからもねいろんな質問に答えていきたいと思います。ちょっとまとめさせていただきました。はい、1つ目はロケ地の成績桜ヶ丘はどうでしたかという質問なんですけど、いやもうすごく素敵な場所でしたね、うん、あのまあそのアニメでもその1週間フレンズの方でもすごく有名な場所なんですけど、聖地と呼ばれてるんですけども、いやなんかそこでなんだろう祭りとかのシーンも撮ったんですよね。だからそこ基本的にそこら辺だったかも。そうですよね。病院もそうなんじゃないかな。そう。ああそうです。まああんまり言えないんですけど。そうなんですよね。あんまり言えないんですけど、でもすごくね。良かったよね。皆さん協力していただいて。そうですね。ありましたね。ありがたいあれでした。すごいね。休憩時間の過ごし方はどうでしたか？でも本当になんかみんなでご飯食べたり、そうですね、ね、なんかお話ししたり、春菜ちゃん肉まん持ってきてくれたことあったよね。そう、あのね焦げた話、ね、肉まんめっちゃ好きなんだよ。そうそうそうって言ってすごい美味しい肉まんを持ってきてくれて、うん、でも温めなきゃいけなかった、ね、そうストーブがあってなんか温めようってなって、うん、ね、覚えてる、こう置いたらピターってひっついちゃって焦げちゃったそうだ、そうだ、食べた。それでもそんなことがあったね。ストーブの活用がすごかった気がする。お茶も温めてたし、確かに本当に寒い時期だったから、本当に寒かった、ね、いやすごく活躍してくれたんですね、うん、ストーブ。そうね、そうなんです、うん、みんなの味方、うん、だって緊張したシーンとかありますかって質問が。たかし君はどうですか。いや緊張したシーンはなんだろうな、でもやっぱりなんだろう、その山崎くんと一緒になんかそのキャンプファイヤーをするシーンがあるんですけど、そこはやっぱりなんだろうな、すごく大事にした、うん、ちょっとやっぱりなんだろうな、緊張感も今までのそのあったかい雰囲気だけじゃない緊張感っていうのも漂っている雰囲気があったので、うん、そこはやっぱりちょっと少しピリッとなるところもありましたね、自分自身が、うん、そういうようなものもありまして、他ありましたか、緊張したシーンというか。なんかすごくなんかクランクインの日もそうだけど、でもあれじゃない、あの一発目があれだったんでしょ。そう、大事だね。そうなのよ、結構後半後半の最後のシーンが初日のあれだった。でもさっき言ってたけど春菜ちゃんと山崎くんもそうだったんでしょ、最初の一カット目が結構大事な、あ、さっき言った、あ、そうそうそう、ね、あの下駄箱の、うんうん、そう大事なあれだったから緊張、うん、なんか気は張ってた気がするな、うん、最初はなかなかね、うん、緊張しますよね。あっと、はい、おっ、気づけばいいねが100万個完成しました。 ありがとうございます。ほんまや。ということで2名の方にサイン入りのあれですね、誰誰、はい、プレスを、はい、プレゼントさせていただくわけなんですが、これはいいねのランキング、はい、うん、そういうランキングは関係ないのか、ではない、いいねのランキングは関係ない、応募方法は後ほど、後ほどですね、ライブの、そうですね、ツイッターです、ありがとうございます、たくさん、はい、ありがとうございます、いや、すごい早い段階で、ありがとうございます、本当に早いよね、いや、未だにもうスピードは止まんない、そうですね、100万ってすごいよ、何人、100万は100万なんだね100万人は100万人ですね、100万なんだけれども、はるなちゃんが天然なんじゃない、そうかもしれない今出てきましたね、かわいい、すごいな、いやー、まあさてさて、はい、なんかこんな感じで楽しい打ち上げをやらせていただいてるんですけど、はい、残念ながら終了の時間が迫ってきてしまいました。え、早っ、え、嘘、早っ、川口さん、ハートの数とランキングの発表
お願いします。終わっちゃうの？終わっちゃうから今の時点のランキングを、あと5分、あと5分ある。伸ばしたい、伸ばしたいですね。これダダ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 ダ数に達しました。ハートの数は110万人ぐらいかな。はい、じゃあ超えちゃったよ。ハートの投稿数のランキング発表したいと思います。はい、3位は、まず3位が小島優香様。おー、はい、おめでとうございます。小島優香さん、おめでとうございます。2位がナミさん。ナミさん、ナミさん、ありがとうございます。そして栄えある第1位、お、ナオコさん。おー、ナオコさん、ナオコさん、何位ね。ね、1万、はい、1万1000個、はい、1万1000個、もう連打だね、ずっと。すごいね、これすごいですね。すごい、1万超えてますよ。いやー、ありがとうございます。たくさんのハートありがとうございます。では告知していた通り、私たちのサイン入りプレスを抽選で2名の方にプレゼントします。はい、はい、ちなみにサイン入りプレスはですね、プレスはこちらでございます。はい、見えますかね。うん、これね、なかなか手に入れられない、すごいレアなものなんで。そうなんです、ここに今からサインしちゃいます。今、はい、それじゃあ、はい、すいません、しましょう、書いて回してください、順番に、はい、じゃあこちらにですね、裏面はこんな感じになっております。うん、はい、でこちらにですね、サインしていきましょうか。じゃあ、はい、名前とかは書かなくていいのか。そうですね、あ、でもまだ決まってない。うん、決まってない、ね、誰に来るか、ね、うん、じゃあ、はい、サインだけで、はい、していただきます。じゃあ書きます。さあ、もう公開サインですね。はい、どうぞ。お、はい、書きました。こちらです。プッ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 プが気に入ったみたいです。プッ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 プ、はい、はい、たかし君もね、じゃあ書いちゃいますね。たかし、よいしょ、たかしやって、たかしやで、たかしやで、ありがとうございます。よし、書いてますよ、今。よいしょ、じゃあ今こっち書きましたので、ペッペッペー、こっちに、ペッ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 ペやったの、それのことをプップップって言ってた。結構プップップって言ってたよ。ペッペッペーやった、ペッペッペーか、ペッペッペー、はい、気づけば120万回になってるわ。ありがとうございます。いや、止まんないですね、本当ありがとうございます。嬉しいですね、本当嬉しいです。もうこんなにもたくさんの方に見ていただけてるなんて。プップップ、やっぱプップップがいいんだね。プッ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 プね、プップップも可愛い。ペペペ、ペペペ、パパパパパ、ペペペプ、欲張り。こんな感じだよね、でもいつもみんなね。あ、揃いました。ね、はい、デデン、こんな感じで。デデデン、こっちか。じゃあこっち1枚ありますね。プレゼントの詳しい応募方法は番組終了後に LINE ライブ公式ツイッターにてご確認ください。お願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。さあ、もうそろそろお別れですが、視聴者の皆さんどうでしたか。どうでしたか、どうでしたか、どうでしたか、コメントプリーズ。もうな、うん、ちょっと寂しいな。そうね、ほんま、これ楽しい。ピピピプププ、あの結構ね、あのコメントしてくれてる人もちょっと気に入ったみたいな。寂しい、プッポッポでも楽しかったって。楽しかった、最高、よく楽しかった、ブルルちゃった、ありがとう、楽しかった、幸せ、ね、嬉しいですね。いや、ありがとうございます。本当嬉しいです。こうやってぜひ皆さんに見ていただきたいですね。はい、そうですね、本当もうなんか大事な人と、うんうんうん、またやってほしい、素敵な作品なのでね皆さんぜひお願いします。ありがとうございます。うん、いっぱい、本当ありがとうございます。もう止まらない、たかしくんがイケメンすぎ。おい、たかしくん愛してるよ、待ってくださいよ、たかしスキマスイッチ歌って。おいやいや、かなでですか、かなでそんなダメですよ、いや、ダメに決まってじゃないですか。ピュッピュッピュッ
ピョピョピョ。君が大人。歌うんかい。ちょっと歌いたくなっちゃったって、ね。歌って。コメント見てる間に。へえー、いいんですか。今歌ったじゃないかい。歌ってお願い。ビューティーチェンソー君が大人になってくその季節がペッペッペ愛の手いらん愛の手いらんでもありがとうありがとうねもよかった本当にありがとうございますねたくさんのコメントなんかお誕生日の人がいるんやってよおめでとうございますおめでとうございますあお誕生日で思い出しましたけどあ全然関係ないんですけどちなみに今日僕のお父さんの誕生日でもあるおめでとうお父さんお父さんお世話になってますお父さん全部見てるおめでとうございますなぜ公共電波を借りて言ったって感じいやいやいやもうお父さん見てくれてるかないやありがとうございます本当に今ねおそらく映画見てくれてると思いますあら家族であらはい家族の人ともね一緒に見てもいい作品なのでね、うん、ぜひともよろしくお願いします、うんします。いやもうせっかくねもう終了も迫ってきてることでもうなるべくねやっぱりコメントにも、うん、答えてあげたいですね。たかしくんのパパおめでとう。ありがとうございます。いやお父さん喜びますよ本当に。もうわいっぱい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 、ね、もうすごいすごい2回目行きますって。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。いやそうですね、うん、でも何回見ても、まあ、その自分が出てるっていうのにも関係なく何回見ても本当に飽きない映画だなってそれなんかいろんな視点で見ることができるかもしれない。そうなんですよね。最初は2人をすごい追いかけてても、うん、他のこっちの目線とかあっちの目線とか、うん、そうですね、親の目線とか、うん、交換日記を当時してた自分の目線とか、そうですね、いろんな目線で見れそうで、うん、ね、すごい何度でも見て新たにいろんなことを感じていただけたらなってすごい思います。周平くんかっこいい大好き。あらららら ら, 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 らいただきました。どうしよう、どこで飲むやめろやめなさいよやめなさい。ハオリちゃんマジ美人やなって、ありがとうございます。そんなありがとうございます、ね、嬉しい。なんかもうみんなが平等に照れてきてますね1週間だから7回見るねってもう3回見ました。だってどういう時間の使い方だ。早い。ありがとう。すごくない？めっちゃ嬉しい。いやそうですね、まあ、いっぱいコメントにも、触れていきましたけども、ではもう最後、本当にもうねもう最後になっちゃったわけなんですけども、最後にみんなから視聴者の皆様へメッセージをお願いします。まず川口さんからお願いします。はい、本当にやっと公開を迎えられて、こんだけたくさんの方がね応援していただけてるのですごく幸せです。とにかくたくさんの方に届く作品になればいいなと思っているので、皆さんどうかよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、それじゃあ僕ですかね。はい、はい、じゃあ僕いきます。1週間フレンズはもうすごくなんだろうな、そのあったかくあったかい雰囲気に包まれた作品でもあるので、それがしっかりまあ今日の LINE ライブを見てくれた方もちょっとわかるとは思うんですけども、すごくなんかその和気あいあいとした雰囲気の中、僕たちも演じさせていただくことができまして、それがしっかりスクリーンにも映っていると思います。まあすごくなんだろうな、感想とかも気になるんですけども、これからも何回も見ていただけると嬉しいなって思いますので、皆さんで一緒にあったかい愛にあふれた1週間フレンズを見ていただけると嬉しいなって思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。僕ですね。今日監督も舞台挨拶でおっしゃってたんですけど、はい、この撮影も含めて僕らが関わって1年以上、もう1年半ぐらい、うん、僕らがこう育ててきた、僕らが愛する1週間フレンズっていうのが本当今日から皆さんにその大切にしていただくものになりましてね。はい、それって僕はすごい素敵なことだと思ってて、その僕らが愛するものを皆さんが愛してくれて、そういうものがどんどんまた広がっていくためには本当に皆さんのお力が必要だったりするので、ぜひ素敵な作品なので見てみてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、私ですね。ようやく公開しまして、
本当にこう今までにないくらいのすごく純愛なラブストーリーになっていて、ですごく見ていてこうただ手をが触れただけでキュンってしたりとか、こう割と何だろう、私たちがこう過ごしてきた学生生活とかにリンクして共感できる部分とかがたくさんある作品になっていると思います。学生の方だけじゃなくてですね、大人の方も社会人になった方もぜひ足を運んで学生時代をちょっとなんか思い返して心温まっていただきたいなって思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけで映画1週間フレンズは本日から全国で公開中です。まだご覧になっていない方はもちろん、もう見たという方もぜひこの番組でのトークを踏まえてもう一度劇場に足を運んでください。皆さん LINE ライブでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあですね、この後は午前中に行われました舞台挨拶イベントの模様を引き続きご覧ください。それではですね、最後にはい、あれでお別れしましょうか。あれね、あれですね。はい、いきますよ。はい、いくよ。いいよ、いいよ、いいよ、いいっすよ。します。せーの、3、2、1、ムレー。バイバイ。はい、お待たせいたしました。映画1週間フレンズ、キャスト、監督の皆様です。どうぞ盛大な拍手でお迎えください。君が僕の前に現れた日から、何もかもが違った。山崎賢人さん、松尾奈々さん、上杉秀平さん、高橋香織さん、古畑聖夏さん、戸次重幸さん、村上翔介監督です。皆様今一度大きな拍手でお迎えください。それでは早速ですが、先ほど作品をご覧くださったばかりのお客様に皆様からご挨拶をいただきたいと思います。私からお一方ずつご紹介させていただきます。まずはじめに、1週間で友達との記憶をなくしてしまう女子高生香織役を演じられました川口春奈さんです。こんにちは、川口です。やっと初日を迎えられて、皆さん朝から本編見ていただけたかと思うんですけども、どうでしたか？ありがとうございます。本当に私たちがすごく全力でまっすぐ向き合った大事な作品なので、皆さんのもとに届いて今日本当に嬉しく思っています。今日が、初日で、まだまだこれから盛り上げていきたいなと思うので、どうか皆さんのお力を貸してください。今日本当にたくさんの方に来ていただけて嬉しいです。ありがとうございます。続きまして、香りを思い続ける勇気役を演じられました山崎賢人さんです。長谷勇気役を演じました山崎賢人です。初日にこんなにもたくさんの方のお顔を見ることができて本当に嬉しく思います。今日は初日なので、これからたくさんの人にこの映画が広まっていくことを祈っています。本当に今日はありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、勇気の親友翔吾を演じられました松尾隆さんです。はい、桐生翔吾役を演じました松尾隆です。1週間フレンズついに初日、公開迎えれて本当に嬉しく思います。この1週間フレンズのすごく温かい、空気に、皆さん、見ていただいて、少しでも心が温かくなっていただけると嬉しいなって思います。今日はお集まりいただき本当にありがとうございます。よろしくお願いします。続きまして、
香里の中学の同級生九条を演じられました上杉秀平さんです。九条はじめ役をやらせていただきました上杉秀平です。なんか上映後ということで着られてないかなと思って不安なんですけど、本当に初日こんなにたくさんの人たちがいる中でこの場に立ってこうやってお話ができることすごい幸せに思ってます。たくさんの人にこれからこの映画のメッセージとか皆さんの気持ちとかが伝わっていけばいいなと思ってます。よろしくお願いします。続きまして勇気の幼馴染咲を演じられました高橋羽織さんです。はじめまして、山岸咲を演じました高橋羽織です。こうしてようやく今日皆さんがもう作品を見ていただいたということで、この作品の心温まるメッセージ、友達思いなところとか、すごい素敵な作品になっているので、今日からたくさんの人に見ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。続きまして香里の中学時代の友人真由を演じられました古畑星夏さんです。皆さんこんにちは、近藤真由役を演じさせていただきました古畑星夏です。今日初日を迎えることができて本当に嬉しく思ってます。皆さんも見ていただいたということですごく感想が気になっているので、ハッシュタグ1週間フレンズとつけてツイッターでつぶやいてください。後でエゴさせてみたいと思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして担任教師井上を演じられました戸次重幸さんです。ただいまご紹介に預かりました担任井上をやらせていただきました戸次と申します。公開初日、一日先週の思いで待っておりましたけども、今日から一人でもたくさんの方に見ていただけることを祈りまして、この場に立たせていただいております。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。そして本作のメガホンを取られました村上翔介監督です。村上です。今日は朝早くから皆さんありがとうございます。撮影したのがちょっと前で、なかなか長い日々でいよいよ公開かと思うと昨日ちょっと眠れずに朝を迎えました。本当に皆さんの感想がすごく気になります。今まで我々で、作って育ててきた映画一週間フレンズですが、今日からは皆さんに託して、劇場で育ててもらうことになります。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。そして本日はですね LINE ライブでも生中継ということで劇場以外の皆様にもご覧くださってます。皆さんちなみにマイク、カメラはこちらの方になっておりますので、はい、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。それではマスコミの皆様一旦フラッシュはお休みでどうぞよろしくお願いします。まずは川口さん、はい、ついに初日を迎えました。はい、はい、川口さんは試写の際に本作ご覧になって思わず涙されたということで、はい、ご自身が出演されている作品でこうやって涙を流されるのは実は初めてとお伺いしたんですが、ね、いかがでした。どなたそうですね、隣に事務所の社長さんと見たんですけど二人とも鼻水垂らして泣いてしまいまして、本当になんか、スタッフさん試写なので本当にスタッフさんだったりとかみんなと見たんですけど、なんかすごく純粋にこう本当にいい作品だなって思って、みんなすごくいい表情しててすごい綺麗な世界観で、なんかこういつもは客観的にこう、見れなくて、あ、なんか反省だなって思うことも多々あるんですけど、すごくこう胸を張って皆さんにも早く見てもらいたいなって思ってしまって応援しました、はい、ありがとうございます。そして山崎さんの今回演じられた勇気という役は本当にこれまで見たことのない山崎さんがたくさん映ってましたけど、本当にこう汗をかきながら、すぐにひたむきに向かっていくこの勇気という役から演じられていかがでしたか。そうですね、とにかく
まっすぐにこうどこでも全力でやるっていうのを考えながら、なんか全力の方が汗水垂らしてる方が見てる人もなんか共感してもらえるかなと思って、とにかく格好悪くてもまっすぐぶつかっていくっていうのを頑張りました。ありがとうございます。改めて皆さん、川口さん、山崎さん、皆様の演技はいかがでしたでしょうか、ね、ありがとうございます。ということで本日は村上監督もお越しくださり、そしてキャストの方々もこれだけ集まってくださっているので、本日の公開そして大ヒットを祝しまして、一フレ公開記念証書の授与式を行わせていただきたいと思います、はい、ということで早速なんですけれども、これから間もなく春卒業シーズンということで、一フレにとっても本日からはいよいよ公開初日、ここからは新たな旅立ちということで、本日まで1週間フレンズを歩み続けられたキャストの皆様に卒業証書ならぬ公開記念証書を村上監督から授与させていただきたいと思います。では監督、そうですね、一歩前にお立ちいただきまして、まずはですね、松尾さん、はい、上杉さん、高橋さん、古畑さんの順で、そして劇中では戸次さんは先生役なのですが、今日は受け取っていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。ではじゃあ松尾さんからお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。うるうるっと来てしまいますが、じゃあ続きまして上杉さん行きましょう。ありがとうございます。では次は高橋さん、どうぞ。改札の前つなぐてございます。では古畑さん行きましょうか。新しい明るく見送るはずだったのに。それでは戸次さん、君を見ていた君が踊りに。ありがとうございます。それでは皆様どうぞ元の位置にお戻りください。それから川口さんと山崎さんなのですが、お二人にはお互いに向けた言葉を公開記念証書にご記入いただきました。本作の重要なキーアイテムである交換日記にちなみまして、お互いへの思いを交換して伝えていただきたいと思います。じゃあお二人とも一歩前へ出ていただけますでしょうか。ではまずは山崎さんからですね、川口さんに、はい、メッセージをお読みいただきたいと思います。はい、公開記念証書少々ちょっと待って、本当公開記念証書、川口春奈殿、現場ではいろいろありがとう。ユーモアたっぷりな春奈ちゃん最高。平成29年2月18日映画一週間フレンズ。ありがとうございます。逆でしたね。はい、ありがとうございます。固い握手も交わされました。それではこちらの証書をお預かりしまして、次は川口さんから山崎さんへのお言葉です。あげましょうか。はい、公開記念証書、山崎賢人殿、あなたの長谷くんにいっぱい助けられました。本当にありがとう。人としても役者としてもまっすぐで全力で嘘がない賢人さんが大好きです。ありがとう。平成29年2月18日映画一週間フレンズ。ありがとうございます。
ということで皆様にはキャスト全員の皆様に公開記念証書を受け取っていただきました。皆様どうもありがとうございます。よかったです。ということでもうあっという間にちょっとお時間に、そうなんです、ごめんなさい、なってしまいましてですね、ここからはマスコミフォトセッションに移らせていただくのですが、ご準備がございますので、監督キャストの皆様には一旦ご講談となります。監督キャストの皆様ありがとうございました。君が僕の前に現れた日から、お願いします。こちら、はい、それでは右のカメラマンさんになりますが、右端ですか、こちら右端、こちらの上でお願いします。こちら右ですね、つまり一番右の方です、右端だそうです。右端いただいてます、はい、今右端のカメラマンさんです。声掛けお願いします。声掛けお願いします。右端の方からお願いします。じゃあすいません、こちらください、こちらです、お願いします。ありがとうございます。皆さん、すいません、もう一度、こちらお願いします。こちらです。こちらお願いします。すいません、最後ではセンターの方お願いします。すみません、その前にこちらお願いします。もう一度、お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ最後、またこちらください。参ります。行きます。ありがとうございます。美しいです。
ちょっとね、二の腕を引き締める感じで。はい、ありがとうございます。もしばらくできるかな、皆さん大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。いただきました。はい、これにてマスコミフォトセッション終了となります。皆様ご協力ありがとうございました。ありがとうございます。1週間で僕を忘れてしまう君に恋をした。俺と友達になってください。私は1週間で友達との記憶が消えてしまう。だから友達にはなれないの。俺は絶対に嫌になったり面倒になったりしない。何度でも言い続けるから。俺と交換日記やりませんか。長谷君だよね。はい、やった。藤宮さんは一人じゃない。俺が藤宮さん守るから。君が僕の前に現れた日から。あれ、八幡くん。藤宮さん何したんだよ。あなたは。俺じゃなかったんだ。藤宮さんを守っていくのは。私、こんな大切なこと。何度忘れられても君が好き。一週間フレンズ、僕らは必ずまたつながり合える。途中西府中駅にて急行電車と待ち合わせいたします。新宿にお急ぎのお客様はそちらをご利用ください。まもなく発車いたします。俺と友達になってください。俺は絶対に嫌になったり面倒になったりしない。毎週月曜日いつも言うから。何度でも言い続けるから。友達になってくださいって。長谷君だよね。